皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。経営学起点にようこそではないんですけど、うちに今ね4つギターがね揃ってるんですね。一番向こうが私のマルチネスのギターで、こちらが息子の新しく買ったギターですね。こちらがですね、息子が使ってた安いギターなんですけど、今回これが加わりました。これは何かというとですね、ギター教室から貸し出してもらったギターです。今ちょっと Y さん待ちで、今日 Y さんと出かけることになってるんですね。私が倒してね壊れた自分のギターをね修理に出さないといけないんですけど、修理に出してしまうと練習ができなくなっちゃうんですよね。それでもう最近はね指が曲がらないぐらいまで練習して、1日にもうすごい回数弾いてるので、せっかくね習慣化できたので、ちょっとここでね出鼻くじかれたくないというか、脳科学的にもね2日間続けてやらないともう脳がちょっと怠けてくるらしいんですよね。もうちょっと先にねいつになるか分かんないけど直しに出そうかなみたいな感じで考えてたところですね、まあ、先生がですね好意でですね修理ができるまでクラシックギターを貸してくださるということで、うわーもう助かったということで、今日心置きなくね、昨日ギター教室だったんですけど、もう終わったらすぐに修理に出そうと思っていて、楽器店がですね Y さんの家から割と近いところなんですよ。しばらくもう会ってないし、私もそこに行くことがもうめったにないので、せっかくだったらねランチとかお茶でもどうですかっていうことを連絡したところ、Y さんの方からね、じゃ今日ね奈良の美術館に行きませんかっていうことで、すぐうちの前でギターと一緒にピックアップしてもらって奈良の美術館に行って、終わったらね楽器店の方に、連れてって下ろしてもらえるということで、もうほんとねありがたいなと思って、この連携プレーすごいなと思って、どっちもね頼んでないんだけど、この何ですかね、ラッキーなというか幸せな連携プレーというか、これで焦ることもなくね、ゆっくりギターも直せることになりまして、本当にね、お二人にはね、感謝ですね。松井裕樹さんっていうギタリストの方のギターの動画を見るのがもう今すごい好きで、あの方の視聴回数の中の1000回以上は私が見てるだろうなっていうぐらい、ずっと聞いてるんですけど、ひょっとしてね関西の人かな、そしたらライブそのうち行けるのにと思って見たんですけどね、残念ながら神奈川の方らしいんですよ。で、まあいつかねライブとか行けたらいいなっていうのがね目下夢に加わってます。その松幸さんのギターで、私は海の見える街、海の見える街っていうのが一番好きなんですけど、魔女の宅急便っていうのに使われてる曲なんですかね。そう、久石譲さんの曲みたいなんですよね。こちらね、Y さんにずっとね、借りっぱなしになってたピアノ本なんですけれども、ちょっとね、ピアノ本も全部アメリカで処分してきてしまって、Y さんのね、ご主人がピアノ弾くっていうのをね、言ってたのを思い出したんですよ。それでピアノ本ないって言ったらね、いくつかあって、で送ってきてくれたんですね、写メとか撮って。その中からね、何冊か借りてたんですけど、これを今日ねお返しするんですけど、この借りてた本の中にですね、海の見える街あったんですよ。ギターで弾くのはねまだまだ私には無理なんで、こちらをですねコンビニでプリントしまして、引っ越しの用意の合間にこれも気分転換に弾いたりとかしょっちゅうしてますね。奈良の美術館何回か前通って、うわー立派なとこあるなー、すごい行ってみたいなって思ってたんですよ。Y さんと美術館に行ったんですが、このウィリアム・モリスさんのですね、ボタニカルアートとかいろんなものが展示されていて、住んでいたお家のこととかこの方の生涯についてですね、展示されていました。
で私はねこの方の、ウィリアム・モリスさんのこのこういう柄ですね、有名なこういう鳥とかラズベリーとか出たこういうのすごい好きだったんですけど、文房具とか壁紙とかお財布とかそういうイメージがあったんですけど、よく知らなかったんですよね。で行ったらですね、この方イギリスの方っていうことで、本当にね私好きだなっていうもの結構イギリスからイギリスに由来しているものがすごく多くて、でこの方の生涯とかもね書かれていて、すごい興味深かったですね。ちょっとここではね詳細は省かせていただくんですけど、ウィリアム・モリスさん植物画が結構私好きなんですけど、私は動画でですねそんなにねためになるようなことっていうのは配信できてないと自分では思っていて、そういうふうに言ってくださる方もいるんですけど、ただ自分の日常をね好きな感じで出してるだけなんですけど、今日はですねちょっと真面目なお話で、ちょっと私の知ってる少ない知識でこの、ボタニカルアートのことについてちょっとお話ししたいなと思って、今よりは若い時ですね、独身の時にピエール・ジョセフ・ルドゥーテという人のバラの絵がすごい好きで、看護師として働いてた時に、ボーナスが出たらボーナスを使って、この方の絵を買ったりとかよくしてたんですよね。その時はね神戸で働いてたんですけど、元町の方にイタリアの輸入雑貨のお店がありまして、それでそこに行っていろんなものを買ってたんですけど、バラがすごい好きで、それで大きな絵をですねもう家にやっとで電車で持って帰ったぐらいの、私の身長の半分ぐらいある絵をですね買って持って帰ったこともありましたけど、日本だとね絵よりマグカップですね、マグカップとかでこの絵がついてるやつ結構あちこちで見るんですよ。食器の方がポピュラーかもしれないです、日本の場合は。この方のバラはもう皆さん日常見てるとは思うんですけど、コロンとしたねイギリス風なバラなんですね。こういう感じですね、私はだいたいその絵とかグッズを集めてたんですけど、この本なんですかね、これはプリントなんですけど、この方点描が描かれる方みたいなんですね。こう点々で鉛筆の点々とかで、それで、バラに特化した方で、こんな感じでねすごい綺麗なんですよ。この本ねちょっと言うの恥ずかしいんですけど、20代の時にお付き合いしてた方からいただいたんですね。このルドゥーテのですねボタニカルアートの雑貨とか集めてたもので、その方はですねすごく文学少年っていう年齢じゃないですけど、その方すごい本が好きで、本すごい読んでたんですけど、古本屋でこれ見つけたということで、なんかそのこれ私西洋アンティークとかも好きで古いもの好きで集めてたんですけど、これがねなんか初版本だかなんだかよくわかんないんですけど、私は本あんまり詳しくないんで、こういうコンディションでこの古さでなかなかないってことなんですよね。それでこれを古本屋で見つけて買ってきてくれたということで、私はその当時ですね、今も割とそうなんですけど、本屋さんにはよく若い時から行ってるんですけど、例えば英語、看護、投資、自己啓発とか実用本しか読まないんですよ。でもその当時ですね、その方と2人で本屋とか行くと、もう行くフロアが全く違うんですね。私は実用的なとこ行って、でその方は小説とかを大体読むんですよね。これね本好きな方にはもう非難合合だと思うんですけど、私は小説とか読むのは時間の無駄なんだっていうことを言ったらですね、私のことをですね、小説も読まない、映画はホラーしか見ない、人間が薄っぺらいといつもよく言われてました。の頃はもう本当に今より確かに薄っぺらかったと思います。このピエール・ジョセフ・ルドゥーテっていう人なんですけど、私ちょっとね思い違いしてて、ナポレオン専属の画家だけどバラばっかり描いてて人物像描かないからクビになったとか、そんなイメージがあったんですけど、改めてちょっと調べてみるとですね、ベルギー人で、ボタニカルアート植物画の史上最も優れた
画家の一人ということでですね、ナポレオン公妃ジョセフィーヌから寵愛を受けて宮廷画家として活躍したということなんですよ。若い時にこの方のことを調べた時にはなんかバラばっかり描いてたというのをなんかイメージがありますね。なんかねこういうのを今度引っ越したうちにですね取り入れることできないかなっていうふうにね思ったんですね。このウィリアム・モリスさんにしてもピエール・ジョセフ・ル・ドゥーテにしてもあのこういうね自分の好きなものをですねあの家の中に入れられないかなと思って、こんな手の込んだのはねちょっと壁に描くのは無理だろうねっていう話をしてましたけど、まあねあの好きなものに囲まれてるとやっぱり運気も上がると思うので、あの自分なりにね取り入れられたらなっていうふうに思ってますね。